で今回は久瀬川の戦いやっていきます。銀千代は伏見城の戦いに勝った。この勝利は劣勢であった西軍を鼓舞した。豊臣の将石田三成は家康打倒のため全国から賛同する者を集めていた。銀千代も三成と合流した。三成の軍師島左近の提案により久瀬川に集結している敵部隊に奇襲をかけることが決まる。家康との決戦前に勝利を挙げ士気を高めようという作戦であったが、完全なる勝利、それが立花の戦だ。第4話久瀬川の戦い、立花の誇りを。あ、元しかっすね。はいはい、ほぼ初だよね。あ、稲姫と戦うのがやっぱ相手徳川勢だもんな。おお、これだろう。やっぱ百里グロクラ読みづれ。武器はね作ったんだよ。これでしょ。こっちもよくね。こっちでしょ。できます。ダン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 。ここは我が受けます。手負いの部隊は引くのだ。臆病者め、戦場で手を見せるか。東軍をかく乱するために奇襲したまでは良かったが、敵の対応が早く乱戦になっちまいましたね。忠勝が来て敵は持ち直しつつある。急がねばならん。立花から逃げられると思うな。パワーとかスピードとかなんか分かったわ。乱戦状態では拉致が明かぬな。左近と合流するぞ。パワーはパワーのこれ武器なんですよ多分。で攻撃速度も遅いんですね。ここで徳川の守護神を打てば味方の士気は上がる。家康との決戦を優位に戦えるでしょうな。それでは足りぬ。誰一人欠けることなく干渉する。面白い、その話。立花も乗るぞ。家康に清潔な意志を見せつける気か。兄さん上等上等。 OK。 俺は豊臣を守るために戦う。協力しろ。豊臣は立花一人でも守れる。協力しろ。貴様の手は借りぬ。あ、速度は遅いな。ちょっとあれかもしれんな、致命傷かも。ここで果てるわけには参らぬ。攻撃力は高いけど。甘い。老人相手に手加減なしか。よし、オッケー。軍師なら兵の統制ぐらい取ってほしいものだ。手厳しい。ま、これからは連携を密にしますか。密にしますか。殿に弓引く者、稲が成敗いたします。お、稲が出てる。駆けつけてくれるとは嬉しいぞ。お見事。立花の相手、務まる者はいないのか。よしよし。敵将立花が下したぞ。褒めてやろう。
褒めてやろう。上等。ちょっと検証してみるか。この後スピードの武器使ってみよう。これで影響あったら、やるではないか。あと、なんかバランス型？相手が立花様といえど、引くことは。バランスだっけ？ノーマルか。ノーマルは多分バランス型みたいな感じかな。強い。さすがは立花様。行くぞ。主の邪魔はさせん。進軍開始。あ、オッケー。ちょっと侵入阻止、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 阻止。おいで。ひどい。後で構ってやるからな、お前ら。とりあえず半蔵が先だ。影から逃げられるものなし。全軍死力を尽くし敵を止めよ。来たな、中だ。進め。タダカツが総大将かな。戦場の土となるのか。お見事。立花の力この程度ではないぞ。お、持ち上げられた。敵将立花が討ち取った。お助けください。待って、行く、行く。己の無様さに腹が立つ。早いな、するの。今行くから、待っとって。水谷どこ。ここやね。コントローラー調子悪いな。思うように動いてくれない。敗走とか絶望的だからやめてね。敗北。おったおった。あ、やべ。回復しないで、水谷ね。だよね。戦意上昇とかないもんね。戦うは総大将でしょ、多分。バーバラララッタ。待って、これ何。あ、能力値が上昇、コンボ数が倍になる。あー、これでなんかミッションの攻略の鍵かもしれないね。倍になるってやつ。ほい。道雪殿は友高橋常雲と共に豪遊を誇ったという。そなたはまだその域に達しておらぬな。
及ばずとも橘の誇りは私が守り抜く。続き雷鳴。これが橘だ。お見事。橘の力この程度ではないぞ。やった当たってない。よいしょ、オッケー。殿、来たる決戦にも十分勝機がありますよ。今回みたいな戦いぶりを見せればね。サコ、家康に勝ちたい。何としても、何としても家康本体に対しても孤独に抗うつもりか。無論だ、私一人の力で勝利を。意地か。それも一つの生き様だが、人は脆い。大切なものがあるのならば決して手放すな。橘の誇りは全て守り抜いた。技増えたね。うわっつえ、これもらおう。うわ、でもスピードが強いのかな。やっぱり赤い対しろって。